どうも皆さんこんばんは、入れかけです。なんか変なイントネーション踏んじゃったけどね、今回は、シャドウコリド2、天の平やっていきたいなと思います。コーヒーを飲みながら、リアルの私も飲んでおります。前回ここの樹海団地をクリアしまして、多分ね、俺の予想だと、まあ前作もそうだったんですけど、まあ表エンドと裏エンドはあったわけですよ。まあこれはね、多分ね、表エンド最後のステージなのかなかわかんないけど、まあ多分ね、最後のステージだと思いたいんですよ。まあ多分で、まあもちろんね、表のね、ステージは多分最高難易度だと思うんですけど、まあ裏エンディングとかね、まあその条件の出し方とかもちょっと調べつつやっていくんですけど、まあね、表エンドは今回で最後になると思います。では水浴の港底っていうのかな、水底はおかしいもんな、港底っていうのかな、まあやっていきましょうか。でも今回、そうだな、今回もこの感じからだと多分あれだもんね、ボスをやるみたいな感じじゃないもんね、多分普通に回廊やる形になるんだろうな。いやでもね、まあ多分ね、間違いなくこれまでの敵がオールスター してる可能性はね、なきにしもあらずなので。まあね、今回もね、また気をね、引き締めてやっていこうかなと思います。そういえばね、カルタスロットはね、まあ前回のその、ステージを、樹海団地をね、クリアしたことによって、また、カルタスロットがもう一つ増えて、カルタスロットは計5個に増えましたね。計5個に増えたんで、まぁ、ちょっとそのね、あれもちょっと見せたいんですけどね。何せ今ちょっとローディング中なので、ちょっと今は見せられませんけどね。はい。お？は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 ？え、待って。待て。汚れもう減ってるぞ。このステージはそういうか、感じか。なんだろう、まんま、あ、兄貴の、うわなんだろう、これシャドウコリド1のそのラストにちょっと光景が似てる気がする。何か、お、コーヒー、紙、おー、いや不気味だな。なんだろう、この鎖で縛られてるっていう、呪いで封じられてる的な。お、ここが隠れポイントか。虫の音がするな。はいはい、虫の音が、なんか生活感のあるステージだね、これ今回は。だいぶお前か、いやお前はなんだろう、水の中に常にいる感じのステージ。ほら結構不気味だよねこれ。まあ、水っていうのはね、まあもともと人にとって精神的恐怖を与えるもので有名ですからね。まあちょっと適当なことを言ったかもしれんけど、これは？お？これはコンパクか。ガラス割ってコンパク手に入れるとだいぶ立ち悪いな。ああよかったよかったよかった。先人の骸骨くん、ありがたい。いやーでも敵を今のところ見かけないな。いないってことはないだろうな。上行けるね、多分これ。上ね、あんま、上行きたく、いや、行きたくないというか、ねえ。まず、ちゃんと、どんなステージの感じを、かをね、調べてから、ね、行きたいね。と言ったらね、もう行き止まりだったね、ほぼ。行くしかなくなっちゃったか？一応、いや、そうだ。一応ね、これを、カフェイン中毒っていうね、カルトスロットで、コーヒーの効果を上昇する。
るんで、まあ、これで一応、汚れの体制をつけるっていうね、わずかに上昇するっていうやつをつけたんで、これなかったら結構きつくなってたかもしれないね。あとはね、パッシブアイテムの消耗が半分になったり、まあ、あとはこの2つ穴の、燭台じゃない、ろうそくを、一度だけ消費しない命を、費用。で、あとは、まあ、メンテナンスで、まあ、壊れる確率を減少し、不発がなくなる。で、まあ、安定のアイテムスロットを3つ増やすですね。まあ、これ正直、真心おにぎりでも良かったかなと思ってるんですけど、まあね、真心おにぎりは別に、なんだろう、そんな、需要性が、ね、高いってわけじゃないので、確か発狂ゲージも、正直、まあ、隠れればいいし、で、そんなダメージを食らうっていうことも、まあ、ね、罠というか、落ちなければ多分そうそうないんで、そのね、道中にある罠に、ね、2回踏んだら落ちる、あそこの罠に引っかからなければ、多分ね、ダメージあんま食らわないので、まあ別にいいかなっていう感じで、で、汚れも、まあその、ね、まあ、その持続ダメージはもちろんでかいけど、そのドクロ先輩がいるから、別にそれで、まあ、多少我慢すればいいんじゃないかなってことで、まあ、つけなくていいんじゃねってなって、まあ、持ってきておりません。あ、俺、これね。まあ、これね、なんつうんだろう。初期で、ね、もう初期はね、こんなクソアイテムにもう二度と使うもんかと思ったけど、ね、まあ、蓋を開けてみればめちゃくちゃ強いと。ね、自分のその命のね、魂をね、消費と、なんだこれ。アーカイブだったわ。あ、なんか、アーカイブ半分集めたらしいわ。まあ今、命のそのね、炎というか、自分の命をね、身代わりに、ね、差し出す代わりに、まあ、敵を一人撃破できるっていう。まあ、それはだいぶね、効果としてはだいぶ強いんじゃないかなと思って、だからよくよく考えたら強くねと思ったんですよね、普通に。ただ、まあ、やっぱ、代償としてコンティニュー回数が1回減るっていうのは、ちょっとだいぶ、きつくなってしまうので、いけないね、こっち。こっちだな。あれ？じゃあ、こっちか。こっちの方行ってねえもんな。じゃあ、なんでそこは空いてるんだって話になるわ。やっぱ、このね、手の感じとか、なんか、似たような光景を見たことあるよね。なんか、シャドウコリドの1の、ラストの、あれかな？表エンドのラストかな？表エンドのラストで、なんか、神を呼び出して、その、お母さんを封印するみたいな、あれだったよ。その時の光景ね、と似てるね。これ、冷蔵庫開けられない？開けられないねー。いやー、危ないよ。破片危ないよ、これ。いや、音が反響して聞こえるな、これ。ちょっと待ってね。音量ちょっと上げた。毎回ね、忘れちゃうよ。音量上げるの。でも今のところさ、一つ疑問に思うのがさ、敵全然見かけないよね。あ、そこにも鍵があれば、いけるね。あ、ほらほらほら。こういう時不便だな、いないの。徘徊者がいないと不便だな、こういう時。徘徊者が来てたらね、なんか、そのね、爆竹投げ込んで壊してもらうっていう、あれができたんだけどね、いなきゃ話になんねえから。いや、でもなんかこういうステージはなんか俺はちょっと不気味だなって思えるんだよね。思えるというか思っちゃうんだよね。なぜだか。お前おんねん、本来。でもね、ちゃんと2つ穴などその燭台というかろうそくがね、あるってことは、ちゃんと敵も出てくるはずなんだよね。だって単純に俺の運が良すぎるだけ？運が良すぎて単純に会えてないだけか。こんなところで運の良さ発揮しなくていいんだけどな。
戻るしかなくなっちゃうな、これ。戻るしかないというか、こっち側、ね、ないもんね、だって。この水泡とか、この感じ、ちょっとリアルだなと思う。こっち行くしかないか。ねえ、今回はなんか、どういう、あれな、お、やっと来た。よし、こっち呼ぼう。こっち呼んで、これここの隙間から入るよね。オッケーわあ、より見づらい。そのタンスとかよ。あ、さすがにあれだね。あの、あ、おっとわっちょい、あ、まいちょー。さすがにあれでね、この、あー、できちゃう。さすがに、このね、隠れてる、おいこれ、この隠れてる中じゃ、さすがにね、あれ、もう、汚れはさすがに、ね、汚れのゲージはさすがに増えていかないね。まあ、ただ、持続ダメージは食らうけどね。それはまあ、しょうがないか。いや、でもあっち行ったってことは多分戻ってくるぞ、あいつは。今のうちに離れたいんだわな。いや、離れようか、これは。そっち？こっちかな。やばいね、来てるね、来てるね。笑えないね、これ。オッケーオッケーオッケー。いつも通りかな。まあ多分その安定した御三家組が多分来ると思う。そのね、あの、ああ、お札ありがたい。あ、でもお札さ、ここで展開したらワンチャンあいつらこれなんじゃね。うわー、そのテルテルゾーンだ。テルテルゾーン。テルテルゾーンっぽいな。命の灯火をね、一個消費せずにね、やるんだったら、まあ、その、何の相手に対して、その、効果を消す、効果というか、葬り去るかね、ちゃんと見極めてね、使わないと多分ね、後々後悔するから。開けちゃうか、そこ。あ、ここ入ってねえじゃん、それ。ああ、戦利館ありがたい。そう、あのね、多分なんだろう、俺はね、なんか、ん？一瞬、あ、いや、気のせいか。勝手に、あ、そ、ここだ。まあ、僕はね、僕個人のあれなんですけど。ね、それでね、ちょっと最近分かったことにしたいと思います。最近分かったことなんですけど、暴れるじゃないですか。痛い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 、騒ぐな。今で一発撃っちゃいましたけど、まあこれ、まあ例えば反応させるじゃないですか。こっちかな。まあ例えば彼を動かすじゃないですか。で、これ銃を撃つとあれなんですよ。すごいね、本当にね、不可解というかね、なんつうだろう、本当にね、もうなんか、ごめんなさいとしか言えないですけど、これね、その状態で、銃を撃つと、ね、死にます。うるさい！ほら。止まるんだよね。こういうふうに。だからね、まあ、もし、テルテル坊主が邪魔な場合は、ダメで分からせてあげましょうね。まあ分からせてあげることも大切ですよ。社会の厳しさを教えてあげるんだよ、彼らに。これもちょっと一応撤去しとこう。社会の厳しさっていうものを彼らに分からせてあげる、それが大切。
まあ何もね、まあ、正当防衛じゃない、でも正当防衛だからね、これは。正当防衛じゃないって言いかけたけど、正当防衛だからね、これは。彼らが勝手にね、あの、ね、暴れ出して勝手にね、我々のことを殴りつけてくるだけですから。まあそれでね、まあ、たまたまね、トリガーが滑って押しちゃったんですから。まあそれでやっちゃったんならしょうがないってことですね。まあ僕は悪くないってことです、つまり。まあギリ多分犯罪にはならないでしょうし、多分大丈夫です。鍵は持ってないもんね。ダメだ。そこの扉開けたかったけど、開けようには開けられねえんでね。毎回あれだね、こういう、このちゃんと、その、先人のね、このドクロ先輩をね、使って、回復しないと、芝居でもか。どうすっかね、これ。一回使っちゃうか、これ。だいぶ、俺の予想外の方向に。で、まあ、割っておいて、で、まあ、一応戻っちゃおう。一回、こっちか。ここかな？で、ここに一回使っちゃいます。今のところすんなり終わってるけどな。おお、意外とそんな難しいっていう感じは思った。あれはないぞ。難しいって思う印象はあんまない。だってもうなんやかんや言って4個目だからね。しかもあのシャンシャンしか見てないしね、敵は。まあ、多分ランナーもいるはずなんだろうけど、多分俺が合ってない。で、俺の運が良すぎて多分合ってないんだろうけどね。とか言って、うわーって来たら、それもそれでタイミングかみってるけど。ランナーとね、まあその、おじいちゃんだけにしても、なんか敵が少ないように感じちゃうよね。それだけにしても。どうしよっかな、これ。このオフィスで一応つけちゃおうか。で、こっちに、どうしよっかな。あね、この異界の地図が強すぎるっていうのは多分前回言ったはず。うん、だから強すぎるとこれはね、本当に非常事態にしか使わない。だから、ま、もう、真心を握りでいっか。これでいっかな。まあ、いざとなったらね、その、罠を通り抜けるっていう荒技も使っていいですしね。まあ、このね、メンテナンスっていう効果がだいぶ、ね、あるおかげでだいぶね、戦いやすいですね。ほら。御三家の一人来ましたよ。あれ、でも、これで孫玉取ったらもう、やっと来てくれたおかげだよ。ちょっとね、探索パートが続くっていうのはなかなかに地獄なんだよ。君が来てくれるおかげでだいぶ助かったよ。OK。君が来てくれるおかげでだいぶ助かってるよ。うん。多分ここだね。ここの部屋だね。まあ、まず先に、まあ、被弾経路というか、まあね。おお、コンパスありがたい。こんな近くにあるなんて。もう俺に脱出してくれと言ってる、言わんばかりの。さて。さて。お、カルタ。一回でなんだろう。マガタマ取った後に、一回このカルタチケットカルタじゃねえや、そのチケット使ってワンチャンワープしてもいいんじゃないかなってちょっと思ってる。そしてなんか本当に新商品が入荷してないかとか確認した方がいいかなってちょっと思ってる。怖えよ。OK、 これなら大丈夫でしょう。
オッケー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 、これ割ってバレないよな。心の闇？何それ、なんだ、心の闇を感じる。新たなあれが出てきたぞ。なんだ、は？なんだ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 、来てる、は？なんだこいつ、いや、なんだあいつ、知らない敵だ。いや、あれ兄貴がいない、あれ兄貴がいない、どういうこと、あ、兄貴がいない、え、本当にどういうこと、え、一回撃っちゃおう、は？え、どういうこと？一回ちょっとこれも言っちゃって。虫がうざい。え、どういうこと？え？ああ、そう、ああ、どっかな。トラウマ。いや、これは持っといた方がいい。あら、待って、銃撃ってねえじゃん。やべえ、撃ちた。やべえ、撃ちた。やべえ、売っちゃったら俺今だって後悔してる。いやでも、ヨヒラ買っといた方がいいか、じゃあ。さらっとに空きがない、なんてこった。よし、じゃあ、ヨヒラ買っといて、それで、まあ、あまりでコーヒーマン買っといて。やばいな。待って、一回確認しよう、一回確認しよう。こんな簡単に行くと思わなかった。トラウマ。トラウマ不明。不特定。見える人によりその姿が変わる、捉えどころのない存在。その存在を瞳に映す、その人の心の闇がその存在に姿、形を与える。ちょっと待って。本当に虫がうざい。本当にすごい虫がうざい。その人の心と深く結びつくためか、どこにいても一生場所を察知され、どこまでも追跡してくれる。またそれが発する音は、聞く音のトラウマを呼び起こし、精神をかき乱す。さらにして速度は人間の早歩き程度なので、走って距離を取って逃げ続けるほかはない。あー、うわー、そういうことは。あれだ、前作のね、ムクロ流しの、ホタルや、え？前作のその、あれと同じだ。前作のあれだ、あの象と同じだ。いや、行っちゃった方がいいな、これ。ゴール目指してどんどん行っちゃった方がいい、これ後悔する、これ。下だね。おい、行った先もかよ。こっちもかよ。いやでも今のところめちゃくちゃうまくいってるよね。いや待って、一回これ、あー、ダメージ確保、いって、ダメージ確保でもらっとこう。いや多分ね、そうなんだよ、そういう象と同じなんだよな。象振りまく影だっけ、確か。あれとね、多分系統が似てるんだよね。こっちかな。ギャーった。いやー違う、上行けるかな、これ。
下だね、これ。下だね、これ。やばい。これ上がってきてこっち曲がれたら俺終わるな、これ。けどこっち来れたら終わる、俺。行ったっぽい。あ、行った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 、よかったよかった。やった、いるわ、いるいるいる、くしょ、行っちゃった方がいいんか。お前もいたんかい。全然聞かなかったわ、マジで。あ、やっぱ。いや、マジか。やむを得ずワープだ、これ。位置が悪すぎる。いや、なんであんなところにすげえ固まってんだよ。いじめか？こんにゃろう。あいつら。あんなところに、周辺にあんなところに固まりやがって。いやー、こっちか。あ、じゃあ関係ねえや。こっち側かな、じゃあ。いや、アイテム探索していかないと、これ。アイテム探索は別にいいわ。アイテム探索というか、調達だね。調達をちゃんとしていかないと、これやばいわ、これ。今のところ俺はあれだしね、護身アイテムゼロだしね。横か。いや、やっぱオールスターかな、これ。オールスター感謝祭、感謝祭シャイエー。オッケー、ゴール。俺やっぱ持ってる。ゴール。やばい。よっしゃ、一発やったぜ。やった、一発エース。一発エース。あー、でも二度以上か。一度見つかっちゃったんだもんな、蛇女に。見つかっちゃうのが、あれが痛かったなー。あれがなかったらもうちょい点数上がってたかもね。あ？なんだ？あ、ライターつけられないのこれ。なんだ？下？お？うわ、なんだこれ。RPG で、通ったら絶対ダメージ受ける。毒沼。先進めてか。あ、自分？子供の頃の。自分の子供の頃のしぐれちゃん。だよね、多分。しぐれ？はぁ！不気味？じっと、待ってたんだよ。ごめんね。これからはずっと一緒だからね。え、それ大丈夫？なんかやばいフラグになりそうな気がする。え？あ、これって片方の杯の片方、片割れ。よかった、杯を見つけたんだね。あ、火花。これを元通りにすれば。そう、
もう片方はすでにあなたが持ってる。私が？どういう？目を閉じて。目をと、はいはいはい、目を閉じる。俺も閉じちゃった。その杯と同じものをイメージして、うん、ツルツルして、うん、ひんやりと重くて、うん、すぐに割れてしまいそうな、薄くて儚い、まるで人と同じだな。あなただけの魂の形。うん、見つけた。あ、で、あれ？火花？いない。もう行っちゃった。まあそうか、火花。ありがとう、火花。次元付きだもんな、まあ火花も。で、これを？また一つに。して？で？なんか水が溢れてる。なんだ、おお、浄化。うわうわ、線香に飲まれた。え、え、しぐれ、しぐれ、あ、あ、もう一人のしぐれ。あ、どうす、え、ここは？よかった、元気になったんだ。うん、見て。あ、何？あ、烙印が消えてる。じゃあこれであなたは写し用に帰れる。うん、しぐれは？でも、そ、私にはまだ役割があるみたい。まあ、あ、でもそうか。まあ、そのこっちのもう一人のしぐれちゃんもあれだもんね。まあ本来その紳士としての役割もまだあるもんね。だってそんな、なんで？せっかく助かったのに。連れて帰るって私約束したのに。そうだよ、まだ救えてねえよ。あ、お前をまだ救えてねえよ。俺は、それはできないみたい。どうやったら？アガツクマリの神が解放したのはあなただけ。でも大丈夫、私はもう一人じゃない。魂の奥であなたを感じてる、うんうん、私を思ってくれてるのがわかるから。だからもう寂しくないよ、シグレ。でも初めてだった、私のことを心から家族だと言ってくれた人。あなたは本気で私のことを思ってくれた。いや、でもそんな自分のその、でこっちの自分のね、そのしぐれちゃんをね、変えてくれたのは、まあその紛れもなく自分、そのね、このしぐれちゃんでもあるから。ややこしいな、これ。ややこしいけど、間違いなくね、これを変えてくれたのはで、ね、しぐれちゃん同士だから。私にはもうそれだけで十分すぎるから。俺こんな別れってないぜ。私は嫌だよ、こんな世界に残ったらいつか汚れて死んじゃうよ。一緒に帰ろうよ、私を一人にしないでよ。あなたなら大丈夫、あなたの本当の強さを私は知ってる。だから一つ約束して。ん？約束？私はこれからも紳士としてのお役目を全うする。うん、どんなに辛くてもあなたが頑張っていれば私も頑張れる。だからあなたも精一杯生きてね。もう死ぬのはなしだからね。うん、わかったよ。うん、あれ、急に眠気が。ここまでがマガツクマリの神の筋書きということみたい。マジか、こんな終わり方。しぐれ。ん？雨が降ったら
思い出して、その雨粒、一つ一つの輝きが私たちが必死に生きた証だってこと。バイバイ。はいはい。おい、こんな終わり方ってねえぜ。おい、神様はなんて不遇なんだ。神様が不遇？おい、神様はなんて言って、って、せっかちなんだよ。せっかち？せっかちもそれも違うな。こんな終わり方ってないぜ。あ、終わった。雨は好きだ。人の世の不条理などつゆ知らず、世界はこんなにもみずみずしく輝いているということを思い出させてくれる。嘆いて、わめいて、誰かを呪って、そんな暇があるなら前に進もう。そうか、私は約束したから。消えてく。うわー、よかった。いやー、やっぱかげろう、神か、かげろうというかシャドウコリドー、やっぱ神作だよこれ。わずかな希望も。やっぱこののこのオフラーゲーム、やっぱ歴代でもトップクラスの神ゲーだと思うわ。だけど、よかったけどさ、やっぱこんな終わり方ちょっと自分でも納得できない。知ってる人の名前が、うん、あったけど、なんか、まあ、気のせいかな、うん。いやー、よかった。面白い、もう。いや、もう多分今年あれじゃないかな、これよりいいホラゲー出ないんじゃないか。いやー、よかったね、ほんと。いや、でもなんか納得できない自分はやっぱいるよ、どこか。これはスペシャルサンクスかな、これは。いやー、でもよかった、本当に。いやー、面白かったね、本当に。いやー、ねー、やっぱ改めて思うの、本当このカゲロウっていうね、カゲロウというか、まあこうね、シャドウコリドっていうね、ゲーム、やっぱね、面白いんですけど、やっぱ、その、いろいろね、考えることがね、前作よりまあさらに増えて、まあ、でやっぱ体力ゲージの管理だったり、まあ、あとは汚れゲージとか、によるものだったり、あとは発狂ゲージとか、まあね、虫以外にもさらになんか、いろいろな要素がね、追加されていたりと、まあ、汚れだったり、発狂だったり、まあ、普通にね、下にね、
で落ちるトラップだったり、2回通ったら、まあ、落ちるトラップだったり、まああとはね、もうそのまあその回廊内に、まあ、兄貴がいる兄貴と俺が勝手に呼んでるだけだけど、まあね、回廊内にね兄貴がいて、それでまあ買い物ができたりとか、ね、そういうのもねできたりするっていうことを考えたら、あの前作よりね、さらに今もう2、3段じゃねえな、5段階ぐらいレベルアップねしてるね気がしてる、しますね。ではまた多分ね、この後多分まだ何かあると思うんですよ、多分俺の予想ではね。ちょっと長いからちょっと飛ばしちゃうか、ちょっと長いでちょっと飛ばしちゃいますけど、はい、タイトル画面に戻ってくるのかな。はい、タイトル画面に戻ってまいりました。でほら来たー、ステージセレクト画面でタブを切り替えることでエクストラステージ、エクストラを選択できるようになりました。エクストラ画面にはストーリーモードとは人違う様々な遊び方が用意されるので、エクストラで遊ぶことができる項目は、ゲームの進行状況によって増えていきます。ぜひ高難易度でのストーリークリアを目指してみてください。物語で最初に戻る、拠点のどっかに、砂時計が現れました。砂時計に触れると物語を初めからやり直すことができます。物語の進行以外の全ての要素は引き継がれます。すでにクリアしたことあるステージにもいつでも挑戦できます。はいはいはい、じゃあ何だろう、ステージどこか、どこだどこだ、探すか、ワンチャンこっち側か、それだこれだからあれなんだよね、そのカルタのねスロットとか、まあこのカルタスロットがね多く使える状態とか、あとはね、コーヒーのあれとか、コーヒー豆とかの量、まあまあある程度ね、その自分の高ステータスの状態のまま、まあ引き継いで、まあ物語をもう一度ね、まあ楽しんで、まあ新たにこれはこういう意味だったんじゃないかとか、ね、深掘ったりな考察とかできるみたいな感じだよね。エキストラなんだこれ。マラソンとマガタマチャレンジ。天の湯フィラを駆け抜ける過酷なマラソンです。すべてのランダム回廊ステージを一度の助けで続けて進んでいきます。命の火、体力、アイテム、コンパクは次のステージに持ち越されます。途中でカルタの構成を変更することはできません。中断データで、それぞれの回廊をクリアした時点で中断データがセーブされます。ポーズメニューから中断すると、次回マラソンを遊んだ際に、今いる回廊の初めの状態から、再開することができます。ゲームオーバーになったら、新しいマラソンを外れる中断データを失われます。マガタマチャレンジ。これは、おなじみ。制限時間以内にどれだけ多くのマガタマを試食できるかチャレンジしましょう。制限時間は5分間で、マガタマを試食するために1分追加されます。マガタマを目標の数を集めてトロフィー獲得を目指しましょう。まあおそらくこれはね、多分もうあれじゃないかな、新しくカルタをゲットできるみたいな、そういうことかな。いやでもね、なんだろう、あのヤクモさんに会えなくなったのがちょっと どうしたの？マガタマ持ってる？ちょっと待ってね。行ってらっしゃい。気をつけてね。これ一回これです。物語の最初からにしてみていいかなこれ。いやとりあえずね。一回どうする？これ選ぶかこれ。これちょっと迷うなこれ。どうしようかなこれ。いや選ぶかこれ。いやどうしようかな。ちょっと今、まあ、調べたんですけど、どうやらまあ案の定裏エンドがまああるみたいで、前作のシャドウコリドー1は、まあ、全ステージの、
まあ日暮らしの回廊から、霊魂の演奏までかな、霊魂の演奏まで、の大曲玉という特殊な曲玉を、全ステージで集めて、で霊魂の演奏でなんか特殊なゴールをからいでからゴールすると、まあまあもう一つの先ほどのエンディングの、まあもう一つの新ステージとかな、新ステージへの道が開かれると、まあそれをクリアするとまあ新エンドが見れるっていう感じだったんですけど、ね、もうこのね、シャドウコリド2もまあやっぱどうやらあるみたいで、まあ今は多分まあ結構ね、もう情報が出回ってたりしてるんですけど、あの今作はどうやら、あの難易度上級ですね、あの難易度上級ですね、これをあの全ステージクリアするとどうやらもう一つのステージが解放す、もう一つがまあ裏のね、あの裏というか上級、難易度、まあ、上級でクリアを全部クリアします。そしたらもう一つ上の、まあ、いわば最高難易度と呼ばれるものが解放されるらしいです。でそれを全部クリアしていくだ、それをクリアしていくとどうやらもう一つの新エンドの方にいるらしいです。辛く苦しい戦いになりそうだ辛く苦しい戦いになりそうですけどね、まあやるしかないっす。まあというわけでね、まあ表エンドは、表エンドとかまあ一応カゲロウのね、まあカゲロウ、まあ改め、まあシャドウコリド2天の湯平はね、もうの表エンドは見たんでね、まあ次はまあ新エンド目指してまあやっていきたいなと思います。まあね、上級をクリアするのはまあ配信でやります配信でやります。今ね撮ってるのがね2時ぐらいなんですよ、12時ぐらいですよ、昼の。なのでね、まあ昼間にまあやろうかなと思ってます。で最高難易度は多分動画でやろうかなってちょっと思ってます。ではね、まあちょっとね、表エンドまでちょっと長かったと思うんですが、まあ裏エンドもまあぜひともついて来てくださいね。まあただね、まあ長くなりすぎるとちょっとね元も子もなくなっちゃうんで、今回はねここまでにしたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。ではお疲れ様でした。では失礼します。